ゆるチャンネルをご覧の皆様、ありがとうございます。漫画コーナー、今回の作品はじゃじゃじゃん、グッドナイトワールド、岡部うるさんのね、先生のやつですね。満を持して登場って感じね。俺の中では全5巻です。全5巻なんだけど、俺はもう100巻くらい続いてほしかったね。僕がね、例えば勝手にね、漫画界の2人の天才を選べ、2人だけ天才を選べって言われたら、1人はハンターハンターとか悠々白書とかのね、富樫先生が1人、もう1人は岡部先生ですよね。そのくらいね、すごいと僕は思ってます。あのグッドナイトワールド、とっても僕好きなんだけど、このグッドナイトワールドの前にね、世界鬼っていうね、ものすごい衝撃作品があって、で僕こんだけいろいろ読んでるんじゃない、だいたいさ、読んでると、あーこれあの作品に似てんなーとか、いろいろあるじゃん。あ、この作品の影響受けたのかなとかね。ジャンプ系とかだったらさ、なんかこうアシスタントとかしてたことでさ、この絵とかもこう似ちゃうみたいなのがあるんだけど、岡部先生のね、このグッドナイトワールド書いてる岡部先生の世界鬼っていう作品を読んだ時に、本当に今までもう読んだことももう考えたこともなかった、ものすごい斬新で面白い世界で、とっても衝撃を受けたので、世界鬼もいつか紹介したいんだけど、グッドナイトワールドはね、あの結構万人受けすると思うんですよ、僕は。どういう話かっていうとね、あのまあ簡単に言うと家族の話なんだけど、家族があって、お兄ちゃんが引きこもってて、弟は優等生で、ね、父ちゃんは一流企業で、でちゃんかーは、母ちゃんはもう家族を顧みないみたいなね。でそこにはいろんな理由、そうなっちゃった理由があるんだけど、それは作品の中にあるんだけど、引きこもりでね、お兄ちゃんが引きこもりなんだけど、ゲームをやってるわけ。その電脳世界っていうかね、その電脳世界での家族のつながりみたいな、ここまではね話していいと思うんだけど、現実ではクソなんだけど、もうネットではもう最強みたいな。でそのネットのゲームの中でこうパーティーを組んでてね、家族みたいになってんだけど、それが本当の家族なの。でもネットの中では言いたいこと言えて、こうコミュニケーションが取れて、とってもいい家族だ、俺もこんな家族欲しいなとか思ってんだけど、そのネット上のプレイヤーも、家族になってるプレイヤーも本当の家族なの。でも主人公たちはね、それが当たり前だけど家族だっていうのは知らないわけ。だから現実でもゲームの中でも本当の家族とゲームしてんだけど、本人たちはそうは分かんないの。誰がそのプレイヤーなのか分かんないわけね、現実のね。そこがちょっとずつこう現実の世界にリンクしていくっていう話なんだけど、めっちゃくちゃ面白いね、本当に。え？って思うところもあるし、そのミステリー的な要素もまたね、結構あるんだよね。まあ俺ミステリー好きじゃん。で、バトル的なものもあるし、本当に面白い。グッドナイトワールドってこう、題名もいいじゃないですか。俺もう、いつかグッドナイトワールドっていう曲作ってやろうと思ってるもんね。本当に。なんでね、なんつったらいいのかな。この、今ネットって切り離せないじゃん。もちろんこれネットで見てるわけじゃん、みんなね。だからその電脳空間と現実の世界がなくて、今の現実の日本政府とかもさ、結構2000何年までにそのネットとかね、仮想現実をこうと現実をこうリンクさせていくみたいな政策とか、本当事実してるじゃない。だからまあね、そういう都市伝説的なこと言ったらさ、自分の意識だけを電脳世界にアップロードすることによって、
もうこの肉体っていうね、この有機体を捨てて、その精神体だけで、こう、不老不死を得るっていう。そんでだって、電脳世界では思い通りになるじゃん。体のパーツとかも、病気もないしさ、ね、好きな見た目の人をアバターとしてこう、使える。で、今、現実に仮想通貨とかね、電子マネーっていうのがあって、どんどんこう、世界がさ、その、ネットとね、電脳世界っていうのが仮に精神的なものだけでやれるんだとしたらさ、その、なんつーの、この肉体を捨てて、その精神体だけの、見えないんだけど、本当にそこにあるっていうものにこう、取って変わってるよね。音楽とかもさ、まあ僕が本職の音楽とかもやっぱり見えないじゃない。ね。水とかにこう、波紋としてね、その振動のエネルギーとして音っていうのはあれだけどさ、でもそれは音じゃん。音楽ではないじゃない。だから音楽っていうさ、目に見えないこと、もの、目に見えないものね。あと歌詞も別に見えないよね。その言葉は頭の中で理解できるけど、でこれこそがね、言葉とか見えないものがその頭の中だけで理解して文字とかが浮かぶっていう、そのシステムがさ、なんかこうすごい未来になった時に、頭の中だけじゃなくて、もうパソコンとかね、パソコンより大きい、この宇宙よりも大きい、そのコンピューターのシステムの中で、コンピューターの中っていうのを誰も気づかないで生活していくような世界になっちゃうんじゃないかなっていう、この現実的な恐怖感とかね、そういうね、いろんなことをね、なんかこう連想させてくれるね、素晴らしい作品だと思います。僕もそのゲーム音楽とかね、ちょっとやらせてもらったこととかあるからあれだけど、このゲームとね、まあ音楽曲とかね、まあ、もう切り離せないし、そこでこう自分的にはどういう役割があるのかな、ドラマーとしてどういう役割がこれから必要なんだろうかって、まあ本当考えたりもしますよね。だからこそまあ僕はこう作詞作曲とかしなきゃいけないなとか、またこう原点に戻ったりとかするんだけど、とっても面白いです。今やっぱりそういう家族とかも希薄になってきてるじゃない。お隣さんとか世間地域とね、そして家族ともいろんなところで希薄になっていってるような世の中なんだけど、なんかね、今一度いろんなことをこう思い出させるためにもですね、ぜひ読んでください。そしてね、この、まあ、エンディングもね、賛否あるんだけど、ぜひ読んで、これ感想をね、コメント欄とかに書いてほしいですね。結構泣けるところもありね、笑えるところもまあ多少あるのかな、ということでね、ぜひ読んでください、この岡部うるさんのね、先生の作品。今回紹介したのはグッドナイトワールド全5巻、とても読みやすいと思います。ぜひ読んでください。チャンネル登録よろしく。